ポランドでの激闘を終え、満身創痍の7つの大罪はキャメロットを目指すことになった。その頃、キャメロット城のゼルドリスは魔人王よりメリオダスを奪還せよとの命を受けていた。五条だろ、メリオダスを魔人族の王として迎え入れろと。父上、納得がいきません。公弁は許さん。メリオダスは仲間である七つの大罪と共にお前の元に向かっている。最高神の娘エリザベスにかけられた我が呪いを解くためにな。奴らはもはや魔人族にとって脅威に他ならん。奪還の際は七つの大罪を皆殺しにしろ。これ以上の脅威となる前にな。我は煉獄よりのんびり見物させてもらう。実戒総員に次ぐ、直ちに目の前の全事項より最優先にキャメロットへ集結せよ。実戒総員に次ぐ、直ちに目の前の全事項より最優先にキャメロットへ集結せよ。どうした、なぜ誰も答えない。ガランは確か七つの大罪にやられたと聞いたが。メラスキラ、グレイロード、答えろ。フラウドリン、まさかやられたというのか。モンスピート、デリエリ、答えろ。答えなくていいのかい。ならモンスピート、あんたが応答すりゃいいだろう。私はいいのさ、この暮らしも嫌いじゃない。こんな暴れ屋で日がな一日過ごす暮らしがか。デリエルの無茶にハラハラさせられることもないしね。なあ、メリオダスはなんで、なんで私らを殺さなかったんだ。インディラ化した私らには心臓が一つしか残っちゃいない。それを潰せば確実に殺せたっつうのによ。奴は3000年前も四大天使との戦いに傷つき倒れた我々の命を助けた。エリザベスと共に。その理由は彼らにしか…いや、本当はとっくに気づいてるのかもしれないな。私もお前も。ああ、女の子がそんな格好で寝そべって。食事とお酒の差し入れよ。ああ、いつも悪いね。あんたたちが空からうちの屋根に落ちてきた時はてっきりおとぎ話の女神様かと思ったけど、昨日も農地を荒らすクマを退治してくれたんだってね。ああ、うまかった。ほら、よく似合うわね、デリエリ。うん、それ、私のオフルなのよ。なぜ誰も答えない。まさか全員、七つの大罪にやられたというのか。いや、ゼルドリス。グロキシニア、何をしている、一人か。ドロール君も一緒っすよ。なぜさっさと応答しない。正直応答するか迷ったんすけど。もうあなたの命令には従わない。今さらと思うでしょうが、ようやく我々は自分たちの選択の誤りに気づいたのです。みんなにはよろしく伝えてほしいっす。今度会う時はお互い敵同士だと。所詮は巨人と妖精、我ら魔人族とは相入れぬというわけだ。海軍の呪力と文様が消えた。これで実戒じゃなくなったわけっすね。グロキシニア、
私の尻にある文様が消えたかどうか確認してください。いやっすよ。でもドロール君も目が戻ってるから大丈夫っす。エスタロッサは未だ昏睡状態。実戒はこれでほぼ全滅。いいだろう。俺一人で十分。誰が魔人の王にふさわしいか教えてくれる。俺には見えますよ。王の座に君臨するあなたの姿が。どうか我らの力をお役立てください。チャンドラ、キューザク、お久しぶりです、ゼルドリス王子。お前たち脱出できたのか。上位魔人であるほど強く捕らえ離さぬ女神の封印ゆえに苦労しましたが、封印の効力をだいぶ弱体化していただいたおかげでどうにか。失礼ながら魔人王様との会話を途中から立ち聞きしておりました。十戒をも倒すほどの手だれ、七つの大罪と巨人と妖精の王を始末する役目、ぜひこの私たちに。表を上げろ。立て。よく戻ってきてくれた。お前たちがいれば9人分の穴は十分補えよう。もったいなきお言葉。へえ、元師弟の涙の再会か。ふん、羨ましいこっちゃ。そう腐るな。今は魔人軍のため我らが尽力する時。俺はゼルドリス様、貴様はメリオダス、それぞれの師としてな。魔人軍のため我らが尽力する時じゃと。やいやいやーい、うたたねの死神、どうせお主は可愛い弟子ゼルドリスのためにじゃのか。わしはお主が羨ましい、妬ましい。わしはあの子のため何をしてやることもかなわんというのに。そう嘆くな、おしゃぶりの鬼。貴様の気持ち俺にはわかる。本当だぞ。わかってたまるかーい。唾を飛ばすな。仕方あるまい。メリオダスは魔人族の裏切り者であり、お尋ね者なのだ。裏切ってなどおらん。角任されたんじゃ、女神族の小娘にな。それと様をつけろ。メリオダス様と呼べ。そのメリオダスを奪還せよとの命だ、父上直々のな。本当か。杖が落ちたぞ。魔人王様が息子とはいえ恩情のかけすぎなのでは。いや、息子だからこそなのでしょうか。さあな、父上の考えなど俺にはわからぬ。坊ちゃんを奪還、坊ちゃん奪還、これは夢じゃなかろうか。いや、夢でも何でもいいわい。してメリオダスは今どこに。先ほど話に出た七つの大罪と共にここへ向かっている。それは好都合。ではそれまでお茶でもして待つことに。メリオダスもだ。まったく、メリオダスのことになるといつもこうだ。放っておけ。チャンドラーほど適任者はいまい。このキューザックもゼルドリス王子への愛情にかけては誰にも負けません。やめてくれ。しかし、なぜ今頃魔人王様はメリオダスを。ひいき目抜きに次期魔人王になるのはゼルドリス王子以外ありえない。汝の兄を魔人の新たな王として迎え入れるのだ。当然だ。おいおい、傷つくじゃねえか、お前ら。もう一人の兄貴を差し置いて何楽しいこと企んでんだよ。エスタロサ、
意識が戻ったのか。ついさっきな。それよりもメリオダスが生きてるんだって。せっかくこの俺が苦しみから救ってやろうとしたのに、親父もひでえ真似をしやがる。兄者、完全に治るまでもう少し休め。おう、そうさせてもらう。エスタロス坂、正直虫が好かん。ゼルドリス王子に勝るとも劣らんその実力と、メリオダス並みに読めぬ腹の内、気になるのは奴から漂う説明のつかない違和感と異物感。その正体が何かわからんが、とにかく不気味な男よ。ゼルドリス王子、あなたの恩義は私の命に代えて必ずやお守りいたします。過保護はほどほどにしてくれよ。はっ。これを僕に？綺麗！鳥の羽？キングの手作りだ！うん。潰れた兜を2つに割って作ったお守り。じゃあこれ。もし嫌なら受け取らなくてもいいんだ。ただあいつはオイラと君を守ってくれた後、最後に言ったんだ。ディアンヌを幸せにしろって。それだけは伝えておきたくて。そっか、僕たちのことありがとう。キング、大切にするね。ディアンヌ、ねえねえ、俺のも見てよ。お、キングがペンダントにしてくれた。ハートのペンダント、かわいい。そっか、それはゴーセルにとって大切な国王のお姉さんとの思い出なんだもんね。どうして人はみんなこんな無意味なことするのかな。ズコー！ゴーセル、少しは空気を読みなよ。だって思い出に浸ったところでナージャが生き返るわけじゃない。ゴーセル、これほど無意味なことはないのに、とても温かい気持ちになるのはどうしてだろう。この大気の震えは。二人とも空を見て、夜が来る。何者かの魔力が一帯を取り囲んだ。全員襲撃に備えろ。おじいさん、どっから入ってきたんだ。おお、わしのかわいいかわいいメリオダス坊ちゃん、こんなところに閉じ込められておかわいそうに。今すぐわしと共に帰りましょうぞ。あなたは一体誰。お主か、坊ちゃんをかどわかした不埒な女神は殺す。それにしても残念です。何の話だ。私も七つの大罪とやらと手合わせしてみたかった。奴らはただの烏合の衆ではないぞ。ご安心を。チャンドラーの鬼がごとく敵の骨の髄液までしゃぶり尽くす、その冷酷必要な戦いぶりは今も変わりません。おしゃぶりの鬼は健在ですよ。罪深き女神エリザベス、わしの可愛いメリオダス坊ちゃんを奪い去ったメス猫、絶対に絶対に絶対に許さん。ここ、マーリーのバリアをシャボン玉でも割るみてえに。アブソリュートキャンセルを使えるとは侮れん相手のようだな。伏せろ、ねえねえ。
この技をメリオダスの。なぜ？当然じゃろう。フルカウンターはわしが坊ちゃんに教えた技じゃ。マーリン、マーリンが消された。マジックシールか。残念じゃが封じられたのはお主の方。どうやら己にかけていた魔力も溶けてしまったようじゃの。それが本来の姿か。私としたことがマーリン。なかなか面濃いではないか。おやおや、見覚えがあるぞその顔。お主もしやベリアル院の娘じゃな。どこだどこだ。あ、捕まえた。もう大丈夫。怪我はない？エリザベス。私なら平気。でもマーリンが。マーリンがどうしたの？それが。エリザベス様、侵入したのは何者ですか？等級8000の巨人の娘に等級4万の妖精。おお、すごい。等級3万5400の人間。お主ゴーセル？いや、ゴーセルの人形ではないか。実界から足抜けしたお主がなぜこの連中と？このおじいちゃんが侵入者なの。ゴーセル、知ってるのか？最上位魔人チャンドラ、メリオダスに戦いを教えた事実上の師だ。団長の師匠？団長？まさかとは思うが、メリオダス坊ちゃんのことではあるまいな。ということは貴様らか。魔人王の言った七つの大罪とやらは。おお、なるほどの。魔人王はお主らをどうにか処分してしまいたいと思うているようじゃが、正直わしは興味がない。つまりお主らは非常についておる。メリオダス坊ちゃんと罪人エリザベスをおとなしく渡せば見逃してやらんこともない。どうじゃな。断る。団長もエリザベスもかけがえのない大切な仲間だ。絶対に渡すもんか。ミクロスコピック。連れてくるとは。お主ら夜は好きか？夜はな、わしら魔人族の魔力をさらに高めるんじゃ。メリオダス。星の子のかけらども、愚か者どもに降り注げ。そして砕け。暗き大地に大輪の花と咲き乱れよ。ボッちゃん奪還を祝しての特大打ち下ろし花火だ。残飯長。な、何？まさか君と力を合わせることになるなんてね。合議セレスティアルアロー。よっ。
万物の頂点に立つ男、エスカノール。当たり前のこと。はっはっは。そんなエスカノールにも弱点はある。それが夜だ。おお、すみません、すみません、生まれてきてすみません。こうなっちまうと何もできないただのひょろがりのおっさんだな。次回、7つの大罪、神々の逆鱗、団長へ。ポエムできます。